皆様どうもこんにちは。この度ですね、私は今までこの天文関係の雑誌はね、いくつか買ってたんですけれども、代表的なのに、まあ、月刊天文ガイド、あとはですね、月刊星ナビ、その2つは、毎月は買ってないです。定期購読はしてなくて、なんか気になる情報があれば、買ったりしてます。まあ、そういうのがあって、今までね、隔月で、月を隔てて、この月は面白そうだから買おうとかね、その次としてはあまり、特に自分にとっては、面白くないって言ったら別なんですけど、まあ、天文ね、全部あ僕ね、眼視とか観測とか、そういったのもサイエンスとかね、それも全般的にやってるんで、まあ、どれ見ても面白いんですけど、まあ、特にただ買う必要がないかなっていう時は、まあ、買ってないという感じですね。で、今までね、そういう天文雑誌っていうのは買ってきたんですけれども、この度ね、初めてですね、こちらのまあカメラ雑誌ですね、キャパって言われる、雑誌なんですけれども、このカメラ雑誌をですね、初めて買いました。で、まあね、カメラ雑誌ね、今まで、まあ、立ち読みというか、立ち読みではないか、図書館でですね、そうですね、立ち読みではないですね、図書館にね、これ置いてあるんですよ、こういう風になんか雑誌がいくつかね、それを持って行って、机で読んでるので、立ち読みではないですね。机じゃない、椅子に座って机の上に置いて読んでるので、まあ、そういうのでね、今まで目を通してきたことはあるんですけれども、じゃあ具体的にね、買うっていうのは初めて、具体的にとは言わないか、買うっていうのはですね、初めてです。で、今月号はね、ちょっとまあいろいろ面白い、情報がありましたんで、ちょっとね、どうしてもね買わざるを得ないということで、キャパの10月号買ってきました。で、まずですね、まあ、ここにタイトル出てますけれども、ニコン D850 のね、お話がいろいろ出てるわけです。で、まあ、ニコン D850 はね、今までは僕のね、お話の方でも何回かしてきましたけれども、まあ、すごくね、期待を持って、まあ、ニコン島の、まあ、希望の星みたいなね、そんな感じのカメラになってますけれども、それのね、いろいろ、詳しいところが載ってます。はい。まあ、気になる方はね、この雑誌買われて、まあ、見てください。で、他にもね、レンズの話とかがね、結構載ってるんですよ。で、まあ、いろんなレンズのね、話が載ってて、そういったところもね、興味があって、ちょっと買ってみました。で、あとは、シグマのね、14mm とか、そういう話の、そういう情報も載ってたんですよね。シグマの 14mmF1.8、そのレンズの、新レンズっていうことでね、そこら辺の情報も、載ってました。ということでね、結構ね、自分としても、気になるね、カメラとかレンズの話がいっぱい載ってたんですよね。で、ということで、ちょっと今月は欲しいなっていうのがありまして、これをね、ちょっと買ってみました。それとね、あと当たるかどうかというか、多分当たんないんですけど、当たるわけないんですけど、この読者モニター、読者モニターっていうのが今月号ありまして、これをね、ちょっと応募してみたいかなと思っててね、約ですね、30名かな ?30 名から40名だったと思うんですけれども、この読者モニターちょっと応募してみたいかなと思います。で、このモニターの製品の中にね、面白いものが何もなければ、別にね買わなかったんですけれども、今までね、僕の動画の方でも紹介してきたような、まあ、カメラとかあるいはレンズですね、そういったものがいくつか載ってたんですよ。で、まだね、ちょっとどれにしようかなっていうのは悩んでるんですけれども、まあ2つか3つぐらいに絞ってるんですけどね。で、まあ、どれにしようかなっていうのは悩んでるんですけれども、まあ、ダメ元でね、まあ、多分当たらないんですけど、当たるわけないんですけど、こういうものってね。でも、まあ、ちょっとね、まあ、当たったら嬉しいなぐらいで応募してみようかなと思います。多分ね、一番買った最大の理由、ここですね。まんまとね、雑誌側の、罠にはまっちゃったかなって感じがします。たまにあるじゃないですか、そういうね、読者、モニターとか、あるいはプレゼントキャンペーンみたいなね。そういうのはあるんですけれども、あれってね、倍率で言うと何倍とかになるのかな ?1000 倍とかそれくらいになると思うんですけどね。まず当たらないんですけど、そういうのがあるとどうしても買っちゃう癖があるんですよね。こうやってね、あ、これもしかして当たるかもしれないって言って買って、まあ、宝くじと同じですね。まず当たらないんですけど、でもまあダメ元でね、やってみようかなと思います。ちょっとね、気になるものがあったんですよ。で、まあ、そんな感じでですね、初めて今日はですね、このカメラ雑誌を買いましたという、まあ、そういった話ですね。で、まあ、それはいいんですけれども、こういったね、カメラ雑誌ね、じゃあ天体とあんまり関係がないかっていうと、まあ、カメラとかレンズっていうところでは、関係してますね。
読者の天体写真とかそのカメラとかレンズの話っていうのはこちらにも載ってますんで、ここにもね、小さく載ってますけれども、これ GH5 とかの話がこれ載ってるんですよ。でその開発のね、話とかが結構、まあ、ちょっと載っててましてですね、まあ、一部共通するようなところってあるんですよね。それともう一つですね、写真として共通してるっていうところは、あの星系写真、星系写真って言って、まあ、景色とあの天体をね一緒に収めたような写真があるんですけれども、そういった写真がねこっちの天文誌、天画とか星ナビですねにも載ってますし、こっちのですね、キャパにもとか、他にもねカメラ雑誌って朝日カメラとかいろいろあるんですけど、そういったものにも載ってます。でただね、文化がねどうも違うんですよ。同じ星系写真っていうところに関しては同じ星系写真なんですけど、その捉え方がねやっぱり天文と写真雑誌っていうところで違うところがあります。まあ精神論的な話をしてしまえば、あの天文の方はですねより星を重視されてるかなと。星とかあの星系、星系じゃない、星雲ね、星雲星団とかね星の方を重視されてるかなという感じです。でこっちのねあのカメラ雑誌の方は写真全体としての出来ですね。で構図とかその地上景色に対する光の回し方で、それがいかにねドラマティックに表現されているかといったそういったところの方が、まあ、重要視されているような、まあ、いくつかね、こう並べて比較して見ていくとなんとなくそんな感じがあるんですよね。でまあね、そういうところがちょっと文化の違いっていうのはあるかなと思いました。もちろん、まあ、星夜写真とか星雲星団の直焦点みたいなやつですね、それはもう天文誌しかないです。天画とか星ナビ以外にはですね、まあ、こっちの方にはですね、出てこないですね。もちろんそれだけだとちょっと写真と言いづらいのかなっていうところがあるのと、まあ、あとねあの星雲星団とか星夜っていうのはねどうしても合成なんですよね。まあ、合成っていうとちょっとねこう引っかかる人がいるかもしれない、引っかかる方がいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ悪い言い方になっちゃうのかな、あのモザイク合成とかね、LRGB 合成とか、あの天体写真ってそういった合成なんですよ。基本的にあのハッブルでもそうですね、まあ、プロというか、まあ、観測用の写真なんですけど、あのハッブルとかもねあのナローバンドを疑似カラーで当ててですね合成して出力してるんですよ。で中にはねその合成っていうのを全く嫌う写真あの雑誌もあるんですよね。あの JPEG 取って出し以外認めてない雑誌もありまして、まあ、そういったところの違いもありますね。あの天体関係はね割とね合成に関しては、寛容というかいうところあります。まあ合成といってもデタラメ手法はダメですよ。例えばあの完全にデタラメとか嘘をついた手法そういうのはダメですけれども、あの一枚撮りでもないのにね、合成してそれを一枚撮りというふうに主張したとかそういう写真は絶対ダメです。そういう写真はダメなんですけど、あのこういうふうに合成しましたっていうね誰もが再現できるような手法で合成してあれば大丈夫っていう、まあ、そういうスタンスなんですよ。あの星の関係はね、でカメラのね関係はねそれでもダメって言ってるところもありますね。例えばねそっか、あと星系とかだとね比較明合成とかもありますね。ああいうのもね禁じてるのも、あったかな、ああいうの禁じてるね、雑誌もあったように思いますね。とにかく一枚撮り以外はダメっていうそういったスタンスのやつもあったと思います。キャパはね割と大丈夫だったかなと思うんですけどね、キャパはなんか割とそこら辺を明記してれば大丈夫みたいな話あったと思うんですけど、どうだったかな、ちょっとよく見てないんですけどね。はい、そういったね文化の違いっていうのはねあの天文とカメラ関係でありますね。であとですね星系写真っていうところに関して言えばですね、やたらねカメラ雑誌っていうのは背景青が多いですね。バックがね青いやつの方が多いです。まあこれねこのまあ表紙はねちょっと青っぽいですけれども、星ナビとか天画ってね、まあ、青もありますけど、あの割とねあの黒背景というかグレー背景、ニュートラルグレー背景っていうのがあるんですよ。ねキャパはねあんまりないですね。で他のカメラ雑誌を見ても基本的にこのバックが青になってる、そういった写真が多い印象を受けますね。でそのねやっぱり写真としてパッと見せられた時にその青背景の方がね一応目を引くのは目を引くんですよ。あのね天体写真ってどうしてもそうグレーにすると全体的にあのグレーっぽいんでちょっと地味っぽく見えるんですよね、パッと見の印象でね。でただねあの特にそう天の川とか星とかそういうものを詳細に見ていこうとするとその青背景ってねあんまりプリントすると綺麗に見えないんですよ。
でこう詳しくね見ていくと、ちょっとねその星とか星雲とかの色があんまり出てなくって、あのちょっと美しく見えないんですよね、その青背景って。でグレー背景の方がですね、そこら辺に関してはですね、あの天の川の自然さとかね、でその星のなんかね、色とかそういうところに関しては、まあ、グレー背景の方がね、ややよく見えるんですよね。でそういうところがね、やっぱりあの写真としてのその印象度と、あの星と美しさというか、星のなんだかな良さ、そういうところを重視しているまあ雑誌の違いっていうのがあるのかなっていうのはありますね。まあ、中にはね、やっぱりこういう、カメラ雑誌だと、もう星っていうのは完全に背景、もう背景として、まあ、前景のね景色を見せたいみたいな写真もあるんですけれども、やっぱりね天下っていうのは天下とか星並みっていうのはあまりそういう写真はまあ採用されにくいのかなっていうのはありますね。基本的にはやっぱり主人公は星ですよと、星とか天体がまあ主人公ですよと。でどちらかというと、まあ、背景とかねそっちの方がまあサブ脇役、そういう形で、採用されているというのが多いですね。まあ、それはねやっぱり天文 と、写真という感じで、まあ、違うのかなっていう、まあ、文化がもう違うのかなっていう感じはします。まあ、それはね、まあ、どっちがいいっていうのは多分ないんですよ。これはもう自分の趣味ですね、個人的なまあ趣味だと思うんですよ。私はまあこっちです、僕はこっちですみたいなね、そういうのがあると思うんで、これはね本当にねどっちが上っていうのは言えません。もうこれはね、完全にもう文化が違うと、まあ、趣味が違うとしかねもう言いようがないところだと思います。ただまあ僕としてはその2つの写真見せられた時にどっちはいいかなっていうと、こっちのねやっぱりあの天下とか星ナビに載ってる写真の方がね、やっぱりいいように感じますね。そこら辺はね、まあ、自分があの星の方が好きだからっていうのはあると思います。星とか天体がそもそも好きだから、やっぱりそういうところをねあの重視、まあ、よく見てくれる方がまあ好きかなっていうのはありますね。これはねもう好みの問題です。それでは今日はですね、このカメラ雑誌を初めて買いましたという話だったんですけど、まあ、ちょっとねこれに関するいろんな話しようと思ったんですけど、ちょっとねこの天文関係の雑誌との文化の違いっていうところがねまあいろいろありましたんで、ちょっとそこら辺の話をちょっといろいろね話してるとこう勝手に一人で盛り上がっちゃったんですけど、まあそういった話をまあしてみました。それではここまでご視聴くださった方どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。